それじゃあレッツゴー。おお、ファンフェスタって言ったりもするんだけど、いいタイミングだね。絶対ミクちゃんだけで分かり合っててずるいよ。夢はじーっとみのりんりん、アイドル界のこたつになりたい。モアモアジャンプ花里みのりです。二人はともかく、みのりは結局あれにしたのね。え、だってみのりんりんっていう響きが可愛いし。そっちじゃなくてこたつのこと言ってんのよ。あれで締めよう。モアモアっていうあれ、モアモアジャンプ。サンキュー。本当だ、みんないらっしゃい。これから歌うので、よかったら聴いていってね。この俺がしっかり説明してやろう。まずコンセプトは原点回帰さ。多くの人の前でショーをやることになった僕たちだからこそ、一度立ち返るべきと考えたんだ。おいルイ、今まさにそれを俺が説明しようと。それでね、魔法使いとか気の小さい怪物とか面白い子たちがたくさん出てくるんだよ。な、M、お前まで。魔法使いに怪物。そうとも、次のショーはオズの。オズの魔法使いのように、ちょっと不思議な4人組が大事なものを思い出すための旅に出るっていうお話だよ。ねえねえ。素晴らしい。ねえねえ、最高の流れだったね。まあね。わーい、私たち息ぴったり。そんな変なところで息を合わせるんじゃない。